この度、我々、明日への扉から、皆様へ、大事なご報告がございます。まず、一点。今まで、我々明日への扉が、ホコラ芸、元井アナル芸を披露するときに、こちらの、子供用プールバスタオルを、使用しておりました。しかし、今後は、新たな、アナルギアを使用していくことを、ご報告させていただきます。アナルギアとは何なのか、皆さん思っていらっしゃるかもしれません。アナルギアとは、ホコラ芸を円滑に進めるためのアイテムを指します。実際にご覧ください。このようなアナル芸に特化した衣装を今後は使用していくことを皆さんにお知らせさせていただきます。後ろ側はこうなっております。これにより実際に入れていないんじゃないかという疑惑が今まで散々皆様の方から上がっていましたが、はっきりと物を入れているということがより明確にお伝えできると同時に、このホコラ芸の臨場感というものもさらに増すのではないかと考えております。実際に四つん這いになっています。このような形です。この非常にこう視界に邪魔なものがない、お尻だけ開いているというこの衣装を使うことによって、より皆様にクオリティの高いホコラ芸をお見せできるのではないかなと思っております。こちらは、ゲイの方が使う1万5000円の衣装でございまして、海外から直輸入で、取り寄せました。こちらがまず1点目のご報告。そして2点目のご報告。この度我々明日への扉の2人は、ポルノハバーとしてデビューすることが決定いたしました。本当に申し訳ございません。男性の視聴者の皆さんはお分かりとは思いますが、 X ビデオポルノハブという世界的に有名な2大ポルノサイトがございまして、そちらでの動画投稿も開始することとなりました。やはり我々明日への扉、世界へ打って出たいという野望が当初からございまして、それを実現するためには、ポルノハブ X ビデオで動画投稿するのが一番なんじゃないかなという結論に至った次第です。YouTube を登録していらっしゃる方には、ぜひ、ポルノハブ X ビデオのチャンネル登録もお願いしたいのと同時に、我々もゲイカップルポルノハバーとして、さらなる飛躍を遂げたいと思っております。概要欄に X ビデオの我々チャンネルリンク、ポルノハブのチャンネルリンク貼っておきますので、ぜひそちらの登録お願いいたします。皆様の応援によっては、無修正生配信ということもあり得ます。我々の陰部、そして本当に深くものが入っているんだよということを鮮明にお届けられるかと思いますので、ぜひ今後の活躍も見守っていただけたらなと思います。以上、我々明日への扉から大事なご報告でした。